朗報、ダルビッシュ有さん生涯年俸が350億円を超える。こちらすでに貼られた記事。テキサスレンジャーズでは6000万ドル、現在の契約は2018年にカブスと結んだ6年1億2600万ドルだ。ここに今シーズンを除いた5年9000万ドルが新たに追加され、生涯収入は2億7600万ドル約364億円となったのだとのことです。カルビッシュ開けるやん、野球もできる。ツイッタラー札幌ダルビッシュショーヘイズにできるやん。もしかして実は金持ち？イチローなんぼやっけ？間違いなく日本人史上最強投手だからだと。この半額が元妻の養育費に消えるという事実は妥当だろうか。アメリカンドリームやな。そらみんなメジャー行きたがるわ。イチローよりダルビッシュの方がはるかに金を稼いでるという事実、昔の選手は損しすぎやな。ダルレベルでも凡人の生涯収入の200倍程度と思うと少し寂しい気も。このレベルの金持ってると使い切らんやろ。今から6年契約とか死刑囚待ったなしやろ。生涯年俸って表現違和感ありまくりや。ご視聴ありがとうございました。